どうも、ネオモンゴル一派の山口です。ということで、今回使っていくのは大ニューラー。ポケモンホームで追加されたポケモンですね。で、こいつの専用技がめっちゃ強いのもらってて、これ、フェイタルクローね。相手を毒、麻痺、眠りのどれかにするっていうので、これが 50% の確率で起きんのと、そして特性毒種によって、物理で攻撃した時に毒にするっていうので、これを組み合わせることによって相手をね、状態以上にめちゃくちゃできるっていう。それでなおかつその中に眠りとかもあるからね、相手をマジで苦しめられる。で、裏で耐久して相手はデバフかかってるから戦いにくくて勝てると。ということで、早速ランクン潜っていきましょうか。よろしくお願いします。さあ、ということで対戦よろしくお願いします。相手のワナイダーが真ん中ぐらいにいるけど、おかしくないか。なんかそうそうたるメンバーの中に急に入れられた俺みたいな、そんな感じなってるやん。まあ最初俺大ニューラから入るんですが、相手がめちゃくちゃ速いやつがいいひんかったら、こっちがね、基本的に上から殴ってって、状態以上負けるかなっていう。ブラッキーがシンクロだの、それがあるけども、基本的にはいける気がする。しかもタスキもあるし、大ニューラからでいいか。ボルケニオン知らんポケモンやねんな。XY やんな。XY やから、やってないんよな。ウィンディと、腹張り。ウィンディ腹張りで、なんとかしたいなーっていう次第でございます。行きましょう。さあ、ということで、対戦よろしくお願いします。相手の初手が、何かわからんが、ワナイダ。ワナイダ。もうお気に入りなんや。絶対お気に入りやん。この初手の出方はネバネバネットやから、さすがにね。あ、ちょっと待って。猫魂入れといて、これもし、あれやんな。出会い頭やった場合、結構良かったかもしれない。出会い頭優先度なんなんやろ。猫魂3やから、結構上なんやけど、打ち消せたなら良かった。じゃあ、フェイタルクロウとか。はい、フェイタルクローでなんか引ける。オッケー、麻痺。さあ、ワナイダー。ワナイダー、ごめん。ワナイダー相手絶対使いたいのに。で、ご自慢ポケモンとして出してんのにな。スレッドトラップ。これなんやっけ、ダメージを与えようとしてきたやつを素早さ下げんねんやっけ。確かそれな気がする。で、素早さ下がると。でも、基本的には、フェイタルクローで押していこうか。はい。で、相手は、お盆か。お盆。お盆は、爆風雲やん。そこにね、ありがたみを受けつつ、フェイタルクローで落とそう。いや、ちょい足り、毎回、嘘やろ。厄年。フェイタルクローで落とそう。失礼。ごめん、もう必死の抵抗すぎるって。さすがに。じゃあもう次は、一回トンボで帰ろう。で、こんだけ素早さ下がったのをリセットしようか。トンボで。はい。これで落とそう。オッケー。スレッドトラップも、意味なくなったと。マジごめん。謝りながら殴るタイプな。バーサーカーみたいになってるけど。とりあえずウィンディ出していくと。さあ、相手は、これ何か。わからんポケモン来た。何タイプかだけ調べてええか。炎水じゃああかんやん。ごめん。ほんで、特殊が強いポケモンか。腹張り出すわ。もうマジあれ見まくってるけど、じゃあポケモン徹底攻略さんをご参考に戦ってますが、でも相手特殊が強かった。何それ。いやー、結構食らうな。じゃああかんやん。じゃあ全然あかんやん。パラボラチャージ打とうか。いや、ちょい足りひん。ですよね。テラスタルもあるっちゃあんねんけど、あれやな、確実に倒せるよー。電気。そっか。確実に倒せるように火力上げるわけでもなく、ダメージ食らわんようにの電気テラスやったけど、普通にやられるよな。しゃあないわ。マジか、大ニューラ出そうか、じゃあ。うん。大ニューラ出して、まあ、パッチン C のフェイタルクローまた入れるか。さあ、一発、悲鳴のひるませる。まあ、毒は今回も無理やったってところで、フェイタルクロー入れようか。眠ってくれ！眠りが強いよ。特にでしたが、いやー、フェイタルクロー、いや、フェイタルクロー来てくれ。なんか出ろ。あ、倒せたわ。いや、違うって。いや、急所に当てるってさ、書いてあったけど、急所に当てやすいわけじゃないから。さあ、ということで、相手のラストは大元気。あ、色違い、かっけえ。その色なんや。めっちゃかっこいいな。まあ、裏にじゃれつくで一旦あるとしても、いやー、さすがにフェイタルクロー入れるよりかはインファイトで殴ってしまった方がいいか。んで、たすきか。オッケーオッケーオッケー。なら裏の神速で勝てるわ。よし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 。大金。これです。これが強いわけよ。はい、これで食らったら食らったんですが、相手のね、もうこれは毒で倒せると。いや、せっかくやけど、あれやな、大ニューラめちゃくちゃ刺さったな。これ状態異常マジ強いな。ワナイダマジかわいそうやったけど、よーし、これにて勝ちと。いや、強かったわ。うん、はい。ということで、皆さんもね、大ニューラ使ってみてください。マジいいです。お疲れ様でした。